四つ目の高です。四つ目の浩二です。浩二さん、はい、前回の動画で、はい、ボスなのでボスと呼びますと言ったんですけれど、はい、ちょっとブログの方とこの YouTube も連動してたりするので、はい、まあ、浩二さんって言った方がブログを見てくださる方も迷わないんじゃないかということで、はい、浩二さんと呼ばせていただきます。お願いします。お願いします。はい、もともとね、はい、ずっと浩二って言われてたので、あ、そうなんですか。そっちの方がね、親しみがあって。わかりました、はい、皆さんも浩二って呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。はい、で今日は、B&W、はい、みんな大好き B&W の、805、はい、D4 をメーカーさんからお借りしたので、はい、まあ、お店にある D3 とちょっと聞き比べをしたいなという、はい、非常に詩的な欲望を満たしている動画です。素敵な、はい、で、今回は、はい、3曲ダダッと聴き比べてもらおうと思って選んだんですけど、3曲、はい、1曲目はウッドベースボーカルだけ、ボーカル、2曲目はジャズボーカル女性ものです、はい、3曲目はドラムソロです。ドラムの音しか入ってません。珍しいね、はい、ちょっと、うん、録音も良かったので、はい、今回のやつに使いたいなと思って選びました、はい、前置きが長くなるというご注意が多いのでこれで曲を聴いていきたいと思います。スタート。
Free your mind and let your thoughts expand. Take your time, only on your command. Free your mind and let your thoughts expand. Just unwind, look to the promised land. Don't hold on to hatred that can be a heavy load. Free your mind and let your thoughts expand. Take your time, only on your command. Free your mind and let your thoughts expand. Just unwind, look to the promised land. Don't hold on to hatred that can be a heavy load. Thank you.
はい、3曲聴いていただきましたが、皆さんどうだったでしょうかね。浩二さん、はい、どうでしたか。総評をいただきたいです。ドキ、さっきここで D4 を褒めるべきなんでしょうけど、はい、あくまでも個人な意見ですよ、はい。D3 の良さも十分あるなっていうのが率直な私の感想で、 D4 はそうですね、やっぱりソリッドっていうか、うん、やっぱ情報量が半端なくすごい、うん、楽器のスピード感であったりとか、ボーカルの声の粒だったりとか、うん、まあ、箱の多分硬さとかも多少は影響してるとは思われるんですけど、やっぱり、まあ、SN の高さ、うん、そうですね、半端なくすごかったなっていうのが、うん、D4 の、 そのモニターレンジ感っていうと、うん、D4 の、 その良さっていうのはものすごく高みが上がったなっていうのが思ったんですね。そうですね、はい、うんうん、それが、まあ、好みかと言われると、うん、D3 のなんか木箱の箱なりっていうか、うん、トップパネルがアルミから木に変わって、まあ、ごめんなさい、木からアルミに変わってるっていうことで、うん、やっぱちょっとふくやかな、うん、その低音の膨らみであったりとか、うん、ボーカルの、まあ、色気っていうんですかね、うん、そういったところなんかはちょっと D3 のちょっと、まあ、温かさをちょっと、うん、私はやっぱり好きなところがあって、うん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 、これは本当好みになるとは思うんですけど、ね、先ほどのボーカルの曲を聴く限りでは、うん、D3 の声好きなんですよ。なるほど、なるほど、なるほど、うん、そうなんですね。でドラムスの方は、うん、これはやっぱり D4 の方が、うん、楽器の鮮度が高いっていうのは、うん、自分はやっぱモニタースピーカー好きなところもあるので、うん、楽器のドラムスに関しては D4 のやっぱり解像度、うん、SM とかさ、まあ、揺らぎのないっていうかね、うん、まあ、ある意味 D3 のがちょっと遊びがあるような感じはしたんですけど、うん、D4 のなんかかっちりとしたね、うん、情報量がすごかったなっていうのは。なるほど、うん、でもこれ両方とストリーミングだよね。そうです、今回はね、Amazon のこう画面に出てる通り、うん、24bit の 96kHz の同じ、そのビットレートですね、うん、のものを揃えて3曲聴いてもらったので、うん、まあ、もちろんレコーディングによる差は当然あるんですけど、うん、まあ、データとしてのものはそう差はないのかなというふうに。いや、相当クオリティ高かったと思いました、うん。私は結構D4 はすごいやっぱまとまってる感がすごく感じて、浩二さんが言う通りこう情報量はもうやっぱり上をいってるなって、D3 より上いってるなと思います。ただ D3 の、 その箱なり感っていうのかちょっと僕は分かんないですけど、スピーカーのなんかこう個性みたいなところは、僕も D3 好きなんで、やっぱりD3 だなっていう感じで聞いてましたね、うんうん。まあ、あとこのね、今回使用したルーミン の、うん、低音の圧、うん、音圧感とかもやっぱりよく出てたなと思いますし、うん、特にドラムのソロの曲なんかは本当にドラムの、まあ、生の楽器を、はい、まあ、私はやっぱりいろいろ聴いてきたので、はい、そのフロアタムのドーンとなった時の、まあ、表と裏の皮があって、裏の皮がこうゆっくり沈んで収まっていくような、ああいう空気感も結構表現されてる、いい音源だったなと思います。まあ、これはちょっと YouTube でどこまで伝わるかっていうのは若干不安はあるんですけれど、うん、でもそういうところの表現の違いがまた D3 と D4 でもしっかりあって、まあ進化という言葉が D4 にはやっぱり当てはまるのかなとは思いますね。はい、これ両方持ってもいいぐらいの音の違いが楽しみ。全然キャラクターがなんか、同じなんですかね、こう方向にはいるんですけれど、うん、でもなんかこうやっぱり D3 のキャラと D4 のキャラってやっぱ違うの、うん。ただまあ B&W として目指している方向は、まあ、D4 の音色っていうことであれば進化っていう言葉がいいのかなっていう気はします。うん、なるほど。
だからこれは本当に聴くジャンルとか、うん、まあ、今回ジャズ、まあ、ウッドベストボーカル、まあ、ジャズボーカルとバンド、まあ、トランペットソロなんかも聴いていただいて、うん、結構その、まあ、音色として強めな音の出るものを、意図的に選んだので、まあ、ドラムソロっていう曲ってまあなかなか、ないとは思うんですけど、そういった中で録音のいいものをっていろいろ聞いて、まあ、こういうところで使ったら結構スタジオモニター的な雰囲気でどういう表現してくれるのかなと思って選んだ曲ではあるので、はい、まあ、そのあたりが見てもらってるユーザーさんたち、はい、こうスピーカーどっちもあれちょっとモデルチェンジで少し D3 安くなってるかなとかいろいろ悩んだりするところもあると思うんで、今の時期にはちょっと面白い、そうですよ、ね、動画が撮れたんじゃないかなと思います、はいはい、そんな感じですかね今日は、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ今日は、ルーミンの B1 と、アンプですね、まあ、B&W の、805の D3 と D4 で聴き比べをしました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。